来年春の開校を目指す県立大学附属高校が、県内の大学と教育面での連携協定を結びました。県立大学附属高校は、奈良市の西野京高校の場所に来年4月に開校する予定です。県内初の探究科という学科での学びを通じて、主体的に行動し、社会を切り開く人材の育成を目指します。 その実現に向けて、奈良教育大学や県立大学と教育面での連携協定を結ぶことになりました。協定では、それぞれの大学の教員が高校で講義を行うほか、高校の教員が大学での研修に参加するなどして教育研究の充実を図ります。県立大学附属高校は学んだ知識を活用し、 これからの時代に活躍できる人材を育てようと開校に向けた準備を進めます。